質効果ガスっていうのを、まあ、人間が増やしてるわけですね、はい、温室効果ガスが原因ということで、本来だったら逃げてる熱がとどまってるっていう、はい、この人知ってます、江森さんのお父さんではなくてですね、はい、ノーベル賞を取った真鍋さんっていう方なんですけど、はい、人間が原因であるのを疑う余地が世界全体で平均して上がってるっていうのはどこもかしこも、でこれすごいことなんです。でこれをちなみにホッケースティックいろいろありそうですよね、はい、ホッケースティック以外にも、まあまあ、はい。